昭和48年、気がつけばもう半世紀くらい前のあの時代。どんな出来事があって、どんな年だったのか、一緒に見てみませんか？電話のファックスサービスが普及し始めたこの頃、紙に書いた文字や絵が送れる。初めて聞いた僕は、一体どうやって電話の線を紙が通っていくんだろう。電話につながった線を見てそう思った。土の子を見つけたらお金持ちになれると思い、友達と探した。目撃情報があった場所へと行き、ツチノコをおびき寄せるためにスルメを置いたり、髪の毛を燃やしたり、いろいろ頑張って探したけど、誰も捕まえられなかった。オイルショックで品不足。お母さんに連れられて行った買い物はいつもと違う雰囲気で、たくさんの人が並んでいた。僕が一緒に行ったら一つ多く買えるから、お母さんは喜んでいた。よくふざけてちょっとだけよなんて言って親に怒られていた。狭い日本、そんなに急いでどこへ行く。狭い道を飛ばす車、信号が黄色になると加速する車。車は本当に便利だけど、どこか危なかった。改造人間の苦しみを味合わせるわけにはいかないと、二人のライダーに改造手術を断られた風見四郎。二人の仮面ライダーのピンチを、海の人間、風見四郎が救った。ライダーを救うため瀕死の重傷を負った風見四郎。そんな彼を助けるために二人のライダーは改造手術をして、仮面ライダー V3 として復活した。いつも先輩刑事に怒られ、謝ってばかりのロボット刑事 K。 僕はロボットだから人間とうまくやっていけないのだろうかと悩み、ポエムを書いていた。ノストラダムスの大予言、1999年7の月に地球が滅亡すると当時初めて聞いたけれど、あの頃はまだ21年も先だからそんなに気にしてはいなかった。子供の頃、祝日と日曜日が重なるとすごく損をした気分になっていたけれど、
この年の4月29日日曜天皇誕生日から理解休日が始まり、とっても嬉しかった。子どもの頃ドキドキしながら見ていたキューティーハニー、素敵でかっこいいハニーは憧れのお姉さんでした。新番組ドラえもん、当時始まったドラえもんの声は大山信代さんではなく、バカボンのパパの声の富田宝生さん、そして途中からは小沢雅子さんがやっていました。ウルトラの父がいる、ウルトラの母がいる、そして太郎がここにいる。子供の頃よくこの歌歌っていました。たくさんのテレビ漫画があった昭和48年、この年始まった懐かしいテレビ漫画見ていきましょう。バビル2世、テレビの前で一緒に主題歌歌っていませんでしたか？いっつのしもべの命令がすごくワクワクした。ゴロロンエンマくん、下着をつけていないユキコ姫にドキドキして、エンマくんのかぶっているシャベル、シャポージーが不思議だった。キカイダー01、あのサイドカーに乗ってみたかった。美人ダーは本当に美人だった。昭和48年オイルショックでトイレットペーパーがなくなると思い、なくなったらどうやって拭けばいいのだろうなんて思った。あの時、もうあれから半世紀も時が流れたのですね。